況を説明しに行くという方針を伝えたことが分かりました。今月26日からアメリカを訪問する安倍総理の後に続く、来月下旬にも訪米する方向で調整しているということです。小長知事はアメリカ政府などに沖縄のアメリカ軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設に反対する考えを直接訴えたい意向です。特定秘密保護法に基づく特定秘密を記録した文書の数が去年12月末の時点で、防衛省や内閣官房など13の調整機関で合わせて18万9000件余りに上りました。政府が明らかにしたもので文書の数を公表したのは初めてです。ただ要請機関別の内訳は示しましたが、具体的な分野別の内訳は明らかにしませんでした。